検証が終了しました。2019年12月です。まあ想像通りのですね、これはもう素晴らしい飛行駅でしたね。ご搭乗ありがとうございます。まあみんなが求めるローカル線のローカル秘境駅というものの要素が詰まっていたと思います。風景も良かったです。しかしマニア以外誰があの駅を訪れるんだろう。次はですね、さっきの知恵文駅前を通って、その次の駅、地北だったかな、地北という駅に行きます。ここに謎のですね、左側に謎の堤防みたいな道があるんですけれども、これは多分もともと本当に堤防だったんだと思います。鉄塩川。ただ、鉄塩川がですね、流れが変わって、まあ、堤防でなくなったのかなと。そんな感じの道でしたね。まあ、今でも堤防の役割はあるんでしょうけど。そしてソーラーパネルがあって、このソーラーパネルもでもこれだけあればこの知恵分の集落の発電量ぐらいは賄えるんじゃないでしょうかね。どれぐらいあれで電気出るんだろう。そしてこれが知恵分の駅前集落に戻ってきました。神社があって八幡地区マップと書かれています。そして左側に知恵文沼という、これ鉄塩川の三日月湖みたいですけれども、三日月湖がありますね。こっち側の道路は妙にね、立派ですね。走りやすい、いい道になってます。うお、なんだ、足ですね。うん、足のところだけ後で切り取ってサブチャンネルに乗っけようかな。これ左側は手塩川、昔の手塩川の流れで右は山と、そういう状況になってます。ここになんかよくわかんないですが公園がありますね。地北駅もうすぐですね。地北駅もさっきの北西と同じ踏切を越えたぐらいのところにあるっぽいですね。綺麗な農業地帯ですね。これを右に曲がるとですね、ニュープリフカと、あの昔の飛行船のあったところでしょうね。そこに行きます。そしてこれを右折すると地北駅です。駅舎はですね、小さいけど割と近代的。駅前に駐車スペースはないですけれども、線路越えたすぐ先に、これは何の目的なんだろう。多分除雪車の展開場かなんかだと思うんですが、駐車スペース結構広めのものがあるので、ここに車を止めます。